こちらブンブンクラシックと比べるとこんな感じになってます。ブンブンレーシングとね比べるとこんな感じになっております。はいはい、これでブンブンジャーロボナイトになります。これでブンブンジャーロボナイトクールブルーバージョンになります。これで、ブンブンジャーロボナイトオールブルーバージョンになります。こんにちは、軽自動車大好きスタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ブンブンクラシッククールブルーバージョンとブンブンレーシングクールブルーバージョンです。それでは見ていきましょう。ということでね、来ました。これね、 X でも話題になってましたけれども、スーパー戦隊シリーズが好調な時に出る謎リカラーアイテムってことでね、はい、話題になってましたね。はい、っていうことから今のこのブンブンジャーはね、もしかしたら結構売り上げがいい感じになってるんじゃないかっていう推測ができるおもちゃとなっておりますね。はい、前に発売されたブンブンクラシックとブンブンレーシングの、まあ、色が変わったバージョン、結構塗装とかね変わってますので、そこも、比べながらね今回ね紹介していきたいと思います。いや楽しみだね。じゃあちょっと、中身ねこちら取り出していきましょう。はい、中身は、まあ、いつも通りでしょうな。はい、こんな感じ。おお、いいね。いや、やっぱ色かっこいいわこれね。はい、じゃあこっち側もね、取り出してみましょう。はい、うん、いいね。はい、ということでじゃあこのね袋から取り出していきます。ということで中身を取り出すとこのような感じになっております。それでは見ていきましょう。まずはこちら、ブンブンクラシックのクールブルーバージョンですね。はい、こんな感じの見た目になっております。いや、めちゃくちゃかっこいいよね。でこちらのね、ブンブンワゴンのこのね鮮やかな青とはちょっと違った、本当にクールなね、ちょっと濃いめのなんか渋めの、うん、青になっててだいぶかっこいいですね。そこにこのシルバーのねこの塗装がだいぶ生えてますよね。めちゃくちゃにかっこいいです。はい、じゃあこれね、元のこちらブンブンクラシックと比べるとこんな感じになってます。だいぶ豪華塗装になってますよね。このウィンドウの部分とか、あとこのシルバーの塗装がだいぶ加わってね、雰囲気がガラッと加わってますね。はい、素晴らしいね。はい、じゃあ次こちらブンブンレーシングクールブルーバージョンね、見ていきましょう。いや、かっこいいよ。はい、これもねこちらと同じ青色になっております。はい、でこっちはウィンドウがこの紫ですね。はい、明るめの紫になってます。これもめっちゃ綺麗です。じゃあこれもね元のやつと比べてみましょう。ブンブンレーシングとね比べるとこんな感じになっております。はい、こことかね塗装が違くなってますね。あとこれだよね、ファイヤーパターンね、クールなんだけどこう燃え上がる炎がこうね、はい、あるっていう、これまた活かしたデザインになっておりますね。はい、それではちょっとねこちらブンブンチェンジャーで音を聞いていきましょう。はい、まずはブンブンクラシックからいきます。ブンブンクラシック、ブンブンジャーロボナイト、ザンザン聞きたいよ。はい、音はデラックス版元のやつと同じ音ですね。はい、じゃあ一応こっちも聞きましょう。はい、これもね、同じ音でした。で一応このブンブンブースターでもちょっと聞いてみましょうか。ブンブンブースターナイト、ブンブンジャーロボナイト、ザンザン聞きたいよ。はい、ではレーシングナイト、ブンブンジャーロボナイト、ザンザン聞きたいよ。
はい。これもね、他のね、この元のやつと同じ音でした。はい。まあ、ということでね、はい。じゃあ早速このブンブンジャーロボとね、合体させていきましょうか。はい。あ、ちょっとまず、ゲートモードからやるか。はい。せっかくなんで。まずは、ここを開いてあげて、で、ここも開くと、はい。これでゲートモードになります。じゃあ、こちら、ブンブンクラシッククルブルバージョンからいきます。はい。はい。いいね。はい。そして、はい、こちら、ブンブンレーシングクルブルバージョン。いきます。はい。いいね。はい、ちょっと取れましたけれども、と。はい。じゃあちょっと元のやつもね、アタックモードにしてみましょう。はい。こんな感じです。そして、はい。こっちね。これもやっていきます。はい。こうですね。はい。この状態で見比べると、こんな感じになっております。はい。まあ、こっちは、この状態だとあんま違いがわからないですが、はい。こっちね。はい。ブンブンクラシック。はい。このシルバーだった、このソードが、こっちゴールドに変わっているというね。はい。これめちゃくちゃかっこいいです。はい。ということで、それではね、こちら、ロボットにね、変形させていきましょう。はい。まずは、ここね、くるっとやってあげて、反対側もパネル開いて、くるっと回転して、で、真ん中で、合わせると。はい。そしたら、ここね、はい、やって腕を、はい、このように下ろしてあげて、で、ここで、後ろにやってマントを開いて、はい。で、まあね、こんな感じになりましたが、ここから、じゃあ一旦こっちね、つけましょうか。はい。元のやつですね。はい。ブンブンジャーロボナイト。はい。こっちの左肩にレーシングくっつけて、あ、そうだ、ここに、この、ブンボットですね。これを差し込んで、上げて、で、こうだね。はい。こんな感じにしてあげて、で、右手にブンブンクラシックのソードを持たせてあげれば、はい。これで、ブンブンジャーロボナイトになります。そして、はい。僕はこのブンブンジャーロボを2つ持っているので、こっちで、この青いバージョンでやっていきましょう。ただ、ブンボットがね、なぜか1個消えたので、ちょっとこっちから拝借して、はい。まあ、なくてもね、ある程度、全然見栄えはね、そこまで変わらないのでね、はい。こっちで、はい。同じように変形させていきましょう。はい。こうですね。で、このソードを持たせてあげれば、これで、ブンブンジャーロボナイトクールブルーバージョンになります。いや、どうでしょうか。はい。これ見比べるとね、わかるかと思うんですけれども、だいぶ印象が変わってます。そもそも顔のね、はい。顔見てください。こんな感じで。違いますよね。はい。こんな感じになっておりますと。なんか、ちょっとこっちの方が、なんかマスク感がありますね。こっちはなんか騎士っぽさ、ナイト感があるけど。はい。で、このファイヤーパターンがね、各所にあってね。はい。これが、ね、目立ってます。あとこの剣もね、はい。こんな感じでゴールドになって、だいぶ変わっておりますと。いいね。はい。でね、まあ、せっかく青いので、こうやってなんか、はい、ワゴンとかこうやってね、はい、やってあげると、オフロードか。あ、これオフロードですね。はい、ブンブンオフロードとかをこうやってやってあげると、なんかより青のね、うん、ブルー感が増していいんじゃないでしょうか。結構ね、青い、このブンブン感もね、まあ、何個かありますので、はい。こう集めたやつをこうたくさんねつけてみるのもいいのかもしれません。はい、こちらのね、ガシャポンバージョンのガシャポンだっけな、はい、
食玩カーガシャポンバージョンのオフロードとか、あとこちらね、プレックスのあのブンブンカーボックスみたいなやつについてくるブンブンジャーのレジェンドバスとか、あとガシャポン版の、はい、はしご車とか、あとはまあ水色ですけど、はい、このミキサー車とか、ちょっとミキサー車水色すぎるな、はい、まあ、ということでこれらをまあこう好きなところにね、ちょっとこう足とかね、いろんなところにくっつけられるんで、こうやって自分の持ってるねブンブンカーをいろいろくっつけてあげるといいんじゃないかなと思います。あーいいね、すごい、やっぱブンブンカーいろんな種類できるからこういうことがねできるっていうのが素晴らしいよね。はい、これで、ブンブンジャーロボナイトオールブルーバージョンになります。はい、いやこれもだいぶかっこいいよね。はい、こうやってね、いろいろ自分の好みにね、はい、こうやってブンブンカーつけられるっていうのがこのブンブンジャーロボのいいところだと思いますのでね、素晴らしいと思います。はい、そして以上こちらね、はい、ビュンビュンマッハーロボ、これもね一旦変形させますけど、はい、こうやってね変形させてあげて、はい、でさっきのこのクラシックとこちらね、はい、レーシングね、あこれ出てなかった、はい、これを一旦戻してあげて、はい、これまあこれもまあ別にこのままでも、あなんか微妙か、スカス結構スカスカだ、あでもまあ持てるっちゃ持てる、はい、で、はい、これをこのようにして、はい、この腕にねこうやってくっつけてあげることができますので、はい、このビュンビュンマッハロボとの連動もできます。結構ね紫に、まあ、ちょい近い色なので、この青がなのでこうやってもめちゃくちゃかっこいいと思います。もちろんあのブンブンレオレスキューにもくっつけることができますのでね、はい、このブンブンジャーのおもちゃいっぱい持ってる方はね、こうやっていろいろ遊んでみてはいかがでしょうか。ということで、今回のね動画以上になります。やっぱねブンブンカーってねたくさんあっても困らないんでね、ほんといろいろいろんなものと連動してるから、ロボットもそうだし、このブンブンチェンジャーもそうだしね、あと普通にこの単体で持っててもそのコレクションアイテムとしてね、あのめっちゃ集めたくなる大きさとかね、ちょうどいいギミックしてるのでね、はい、なのでもう今後もいろいろ出してほしいですね、こういうのは。うん、まあ、という感じで今回ねクールブルーバージョンのレビューでしたけれども、皆さん何かねコメントあったらよろしくお願いします。ということで今回の動画以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、 X、TikTok のフォローや、あと今ねメンバーシップとかもやってます、限定動画とかもあるのでよかったら見てみてください。ということで今回の動画以上になります。以上スタルケルでした。